毎月1、2回のペースで開催しております新潟ビジネスランチ会、本日は私を含め5名の、メンバーで楽しく進めてまいります。このようにプライベート空間がキープできる個室をご用意していただきますので、安心して、まあ、皆さん本当にいろんな、本音ベースでの、ね、お話ができるというところも非常に助かっております。小林さん、今日もご参加いただいてありがとうございました。いえいえ、大変お時間ありがとうございました。この新潟ビジネスランチ会はもう何度もご参加いただいているんですけれども、はい、そもそものこのご参加いただいたきっかけっていうのは何だったかお聞かせください。これは小紫さんから一番最初にこういう会があるよって、お誘いを受けたのがそもそものきっかけなんですけれども、よくよく思い起こしてみれば、やっぱり僕自身がそういう本当に初対面の方々と初めて会って、なんかこう吸収したい、そこがやっぱり一番最初のきっかけだったんでしょうか。人と人のつながりってやっぱりものすごく常々大事に思ってますし、あとはやっぱり好奇心、今日はどんな人と会えるんだろうか、どんなお話させてもらえるんだろうかという、こういう期待感が、やっぱり一番だったかなと思います。ちょっと恥ずかしかったんですけどね、最初は。そんなところでしょうか。参加したいなと思ったのは本当にすぐ参加したいなと思ったんですけれども、やっぱり自分の性格上なんでしょうか、皆さん Facebook やってらっしゃる方多いので、そこでやっぱり一応事前情報だけは仕入れました。どんな方が来てる、 どんな人が来てらっしゃるか、どんな業種業態の方が来てらっしゃるか、その結果どういうふうに思われたんですか。もう本当いわゆる異業種の方々ばっかりなんで、本当に業態問わずに、会社の社長さんもいらっしゃれば、本当に個人事業主の方もいらっしゃれば、趣味が高じてという方もいらっしゃれば、まあ、本当にそれこそ、10人といろ、本当にさまざまな方がいらっしゃったんで、これはすごく良かったなというふうに思いまして、これはもう一言で言うならば、今そういうふうに質問されている小紫さんの、もう本当にやっぱり、みんなに元気を与えるというこの場を、広げられるチャンスを作りたいって思ってらっしゃって企画されている会なので、僕はそこにものすごく意味とか、意義を感じますし、やっぱり小紫さんが主催されている会なので、こうやって複数回出すっていうのが、本当はちょっと本人目の前にしてあげてるようなんですけれども、ここが正直な思いです。僕の気持ちです。ありがとうございます。実際にじゃあ何回もご参加いただいて、本当ご参加くださった、そのご感想をぜひお聞かせください。はい、実際にまあランチ会に参加して、まだそうですね、8ヶ月9ヶ月くらいだと思うんですが、この間に参加させていただいて、知り合った方々と正直申し上げまして、ものすごくいいお付き合いをさせていただいています。これは仕事ということではなくて、個人的にものすごくいいお付き合いをさせてもらって、で基本的に僕はこういう会に参加したら、せっかくいい会なので、いろんな方々いらっしゃいますから、このその人とまた別の人をつなげてあげたいっていう気持ちがものすごくありますので、この方々をまた別の方々のお連れして差し上げて、その方々が今本当に仕事を通じてものすごくいい関係になってらっしゃるので、そこをやっぱり見ているっていうか、そういう機会を作れたっていうのが、ものすごくやっぱり僕にとって意味の深いものだと思います。はい、ありがとうございました。